駐在員さん、今日は何のご用でしょうか実は、この間の出荷分に品質の問題があったんですよ。え、どんな問題ですかこちらの商品を見てください。ラベルが斜めに貼られています。あ、これは、すみません。気づきませんでした。気づかないというのはどういうことですか検査はちゃんとやっているんですかもちろんやっていますが、忙しくて細かいことは見逃しがちです。細かいことではありませんよ。 お客様に迷惑をかけることになりますそう言われても私たちは低賃金で長時間働いていますもっと待遇を良くしてくれればもっと頑張れると思います待遇を良くするのは経営人の判断です私は品質管理の責任者としてあなたたちにもっと注意深く仕事をしてもらいたいだけですわかりましたでもラベルが斜めに貼られているくらいでお客様は気になりませんよ 日本人は細かすぎますよそんなことはありません品質に妥協することはできませんこれからはラベルをきちんと貼ってくださいはいはい、わかりましたよでも本当に面倒くさいですね